クラスレッスンウォーミングアップ。中学生クラスレッスンのこの日のアップです。ラダーを使ってフットワークとゴロ補給の動きをドリル化しています。小学生のクラスレッスンでも行います。月単位で各プログラムは少しずつ変化しています。少人数制で少しずつ進んでいきますので、しっかりと形を身につけることができます。こんなアップも時々行っています。楽しそうですね。ジャンプをして着地の瞬間にどこに重心を置けばよいか、ここは細かく教えることではなくて、こういう遊びの中で身体が学んでいくことを目的としています。教えるところと教えない教えがうちのポイントと言えるでしょう。こちらは小学生クラスのバッティングの時間です。いきなり打ったり投げたりすることはなく、細分化してドリル化をして段階的に学んでいきます。基礎や基本的なことは教えますが、それ以外の応用の部分は個人の特徴を尊重しながら構築をしていきます。原理や原則運動生理学に基づいてゆっくり個人個人のペースに合わせて指導しています。テニスラケットやクリケットバットなどを使い、面で捉える意識や考え方を学んでいます。重たいマスコットバットなどでの連続ティーなどはやりません。海外であの練習は見たことがありません。成長期の子供には腰椎分離症などのリスクがあるということを指導者が学ばないといけません。現在クラスレッスンではマシンも使って実打もやっています。こうやってマシンで打つまでに約2ヶ月間は細かいところから形を作り上げてきています。ここでも全力スイングで振り切るだけでなく、できるだけ長くラインに入れながら圧をかけることを意識してやっていますね。これは我々指導者が強制をしているのではなくて、選手が自ら考えて意識を持って意味のある練習にしています。こちらは中学生が面白いことをやっています。アイスランド、ナイジェリア、コスタリカ。ノックを受けながら世界各国を行っていますね。いつもの練習に飽きないように集中しないで集中する工夫ですね。ペルー、キューバ、ドミニカ。お、野球。Over 6651924 6. You have nothing to lose. Call us now.